信長の野望を。申請。なんとか二度目の三好の侵略も追い返し、今日の二条城を取り返した我らが幕府。だが室町に帰ろうと思ったら本拠地移転する金がなーい。泣きながら細川晴元さんを城主にする羽目に、頑張ってお金稼いで室町に関係を目指しましょう。まずは二条御所の軍を開発させたいので、秘境で足軽大将たちに与えます。だが人材不足で全ては埋まらぬ。意図かなし。治療を与えられるのは足軽大将以上なので、組頭は本拠地口木谷で奉行のお仕事で勲功を稼いでもらいます。幕府本社で社員研修。こちら春元さんの二条御所、城下施設は委任で建設をなしゃーす。さすが京の都、城下施設最大で10も建てれるのか。あ、建設費用は春元さん持ちで。こらこら。なお、ある程度建築が進んだら二条御所は没収させていただきます。春元のおっさんぶち切れそうだな。今の情勢を鑑みると、今後の脅威となり得るノップと同盟組んだ方がいいかな。でもすでに敵視されてるみたいで、期間60ヶ月だしこりゃ無理っぽいな。では今回はご縁がありませんでしたということで。だが後で知ることとなったが、幕府は役職を与えることで他国と仲良くなれるので、そうすれば同盟は組めた。そうなの？まあ今は三好という心強い盟友がいるし、こっちと仲良くしときましょ。昨日の敵は今日の友。六角さんの信用が溜まったので同盟を継続多く。今後もお世話になりますです。周囲がお友達だらけでいい感じ。だな。しかしゲーム開始2年が経ち、各地の同盟が終了して停戦期間に、お友達激減。ねえねえ、一色さんはお友達だよねえ、お友達じゃないならあれだよあれしちゃうよ。一色さん従属、強制的にお友達認定される。前回戦いで大活躍だった信豊さん、人脈の特性で隠国の登用を愚痴員。ナイスデッパ、幕府は人材不足、ありがたいな。三好との和睦から半年が経ち、兵力も少し回復。西側は同盟三好で安全だし、東の浅井に進攻を。まず延暦寺勢に突撃してもらって、軍制圧して梅雨払いしてもらいましょう。お、戦の時間だな。史実じゃ浅井はもともと六角さんに従属の関係だったのに、朝倉と同盟組んで調子乗ってるのでしばきましょう。っていうか朝倉義景貴様幕府管領の細川晴元さんの娘さんと結婚してて、なんで幕府と同盟結んでないんじゃあ。名前も将軍義輝様より義の字を与えられて義景と改名したくせにいい。こりゃ朝倉浅井はけじめ案件だ。征夷大将軍が文句を言いに行きまーす。究極のクレーマー、爆誕。軍制圧を進めたら打って出てきた。同盟の朝倉も援軍に来てるぞ。幕府の意を示せえ。合戦じゃあ。兵力は倍くらい差があるしまあ余裕だな。結果は我らが軍神デッパ殿が強撃で敵を蹴散らし、残りの一部隊もデッパ殿が軒口までの道を封鎖。その間に将軍様が軒口制圧して解消を。超楽勝。でも延暦寺が意外と脆くて、兵力少し持ってかれちゃいました。まあ許容範囲か。その後浅井の援軍が来たので蹴散らしたんだけど、まだ朝倉の援軍も来そうなので六角さんに援軍依頼。今回もお世話になります。援軍ついでで三好に黒井城を攻めてもらいます。黒井城は丹波の赤鬼、赤井直政が守る県城。三好だけじゃ城は落とせないんじゃないか？三好はいつかは敵対するだろうから消耗するだけでも OK。赤井さん、飛んだとばっちりである。まあいけそうだったらお城もちゃんと落としましょう。そして浅井の援軍に奴を発見。朝倉義景。貴様はけじめを取ってもらうぞー。兵力は互角だけど部隊は義景だけ、完全に中殺である。将軍様は怒りを貯めている。将軍様は怒りを貯めている。じっくり必殺ゲージを貯める鬼畜将軍。必殺、久保の立ち位。自分の名前の一文字を挙げたのに軽んじられ、友情を裏切られた同国の一芸鬼。ああ、将軍様、今の切り込みちょっと甘かったんでリテイクでエース、取り直すんで戻ってくださーい。相手が動けないのをいいことに、必殺チャージしてんじゃねえよ。さすがにこれは汚いので今後禁じ手にしましょう。混乱とダメージ技ではめれそうだもんな。そんなわけで必殺リテイクの立ち位。一部隊相手でも本気で殴り、視聴者さんからのブーイング待ったなしの一芸駅、相手は爆散する。お、ダメージ573、将軍様、結構やりますな。朝倉義景、何もできず、終了。けじめ、完了。少数部隊との決戦はつまらないけど、そこそこ美味しいかも。こらこら。でも決戦に勝った者の兵糧が減ってきたし、城攻めはちょい厳しいかな？
とりあえず散歩集に来てもらって、お城の行為手伝ってもらいましょう。城囲むだけなら誰でもいいもんな。権力大好き春本さんにも、城攻めの武功をあげるチャンスをあげましょう。このおっさんは最後のいいところだけ持ってきそうだぜ。さて三好に頼んだ黒井城はどうなったかな？二部隊しか通れない道に四部隊派遣しちゃって、途中で半分詰まっちゃってるな。もったいない。あ、小谷城落城王、やっぱりこのおっさん美味しいところだけ持ってきよる。幕府管理、世渡り上手である。お楽しみの東洋タイムは二人だけ成功。まあ財はもう一城あるから、次に期待だな。小谷城の城主は、できる細川、藤高さんにしました。二城五所も細川、小谷城も細川、ややこしいな。なんか細川政権に戻ったっぽく感じてもやる。さえですか。ひっそり朝倉家の金ヶ崎城を攻めてもらってた六角さんが撤退、ご苦労様でした。朝倉もだいぶ削れたし、これで当分幕府に手を出せないだろうな。じゃせっかくだし、黒い城も落とせそうだから本腰入れて取っちゃいますか。では幕臣意識よ、出陣せよー。自分の手は汚さない、これが幕府のやり方だ。権力はパワー。三好、兵糧がなくなり解明越。赤いなおまさ、三好撤退とともに出撃いい。あ、こりゃ一色さんだけじゃ無理だ。権力大好き春本さーん、武功のお時間ですよー。またこのおっさん最後のいいところだけ持ってくぞ。んじゃ、兵力回復してないけど、信豊さんにも行ってもらいましょ。春本さんと競争だぜ。二人の競争を見守りつつ、幕府は新たに楽市楽座の政策を発令しますか。城下施設の商人町の、商用プラス250。あ、赤鬼、思ったよりも強い。信豊さん、ここでギブアップ。まあお城は春本さんが落とせるかな？あとちょっとだな。おい、落城競争には負けちゃった信豊さんが、渋いおっさん連れてきたぞ。渋いおっさんてか、杉谷全獣ボーダー。ノップを狙撃して失敗した戦国のスナイパー。ハードボイルド杉谷全獣坊が仲間になった。信豊さんありがとう。全獣坊さんの技能はもちろん砲術、幕府で研修しつつ将軍様と戦ってもらいましょう。武勇も高いし、人手不足の幕府にはありがたいぜ。そして細川さん、無事黒井城官ラーク。ほんとこのおっさんいいところ持ってくのうまいな。まあ幕府官吏の名門、後の内閣総理大臣輩出する家柄ですから、ガチの名門の力。さて、東洋はいかがかな？おーおー、赤鬼、ゲットだぜー。一人ダメだったけど、人手不足の幕府には十分ありがたやー。有能な人物が少しずつ増えてくの楽しいぜ。さて早速赤井さんには、黒井城の城主になってもらいましょ。所領安藤。てか侍大将赤井さんしかいねえじゃねえか。三淵さんは外交担当の側近なので、選択肢皆無なのじゃ。マジ人が足りん。直政さんのお兄ちゃんの家清さんも、気を与えて一緒に頑張ってもらいましょ。本作では一門が一緒だと城能力がアップします。でも足利の一門でも細川一色とか判定が一歩いし、ぶっちゃけよくわからーん。まあ暇な時にでも確認しようぜ。そして城主になったその月に、早速赤鬼がリクルート。なんかお茶係の人雇いたいってよ。いやその人茶ぜー、戦争駅、千の利休だよー。道理でお茶がうまいわけだ。飲んだの？んじゃ、利休さんは幕府本社でお茶係に。うわ、利休の忠誠低すぎ？こりゃよそにリクルートされちゃうかも。家宝とか与えれば忠誠上がるけど、幕府には家宝など買う余裕はなーい。こりゃ侵入利休バックでもありそうだな。あ。ノップのやつ、なんということを。てかノップ武田家と同盟結んどる。斉藤家とも婚姻結んで安全とはいえ、今川無視して六角さん攻めてきたな。武田は今川北条の三国同盟があるから、今川は武田の盟友ノップを攻めないのか？何はともあれこりゃ六角さん滅亡案件だぞ。どうしましょ。六角家との同盟が切れますが延長しますか？このまま六角家を見限ってノップに便乗して、六角領を切り取るのがセオリーなのかしら。いやそんなの許されるはずがなーい。同盟は延長だー。我々は六角さんを助けるぞー。てかお前が六角さん援軍で酷使して、兵力減ったからノップ攻めてきたんじゃね？否定はできぬ。だよな。六角さんからは防衛依頼とか来てないけど、全力でノップと全面戦争だー。とその前に裁量権以上の政策と、うち戦争ばっかで周辺焦土だから開発遅れちまってるんだよな。こっちの援軍がつく前に、六角さんの主力がやられそう。
ノップの家臣は有能な戦国オールスターズ、畜生。普通に戦ったら勝ち目がねえ。だがこちらだって、信長大キラー延暦寺勢。舞台にはノップハンター、ハードボイルド杉谷全獣坊が編成されておる。このメンバーならきっとノップに一撃食らわせられるはずだー。六角さんは将軍様元服の時の烏帽子をやー、絶対に助けるぞ、ノップの奴をぶっ転がせー。おーおーおー。では六角さん救出のために勇ましく出陣した将軍義輝様を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたしますー。励みになります。三好との激戦が終わったのに、さらなる激戦が始まった。果たして弱小幕府は若き戦国の覇者に勝てるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。